孟子富ク殿内は、唐カ諸叶、中条あじ、五三丸聖春を元祖とする琉球王国の子族。五大聖の一つ、孟子富クの大操家。代々富佑紛りの総辞党を務めた、琉球王国の大名。名乗り頭は、聖。十六世、富ナカズ和よ、五三丸の先祖は、伝承によれば、北山王子は甘芝によって滅ぼされた先な貴人。 アジだという。ゴ三丸は、昭橋市と共に小兄に芝王道を滅ぼし、先祖の仇を討った。また、ザキミ城や中城城を築き、中城アジを称したが、勝連レンアジアマりによって、滅ばされた。二世、上神は、昭神王に抜擢されて、富城すく紛りの掃除当職に就いた。以後、歴代当主は代々富城すく紛りを領した。五世、森続くは、 ジャナイ一族の無本の際、討伐で功績があった。七世、森常は命へ、敬賀聖子として、赴むくも、清氏によかわり、さらに岐路で山賊に阻まれるなどして、過労で隠し。十世、西友は、琉球人が絹織を密売したのを謝罪するために、死者として、薩摩へ赴むく、途中の養生で、遭難し、妻はなお益王次女、思えまなずる金。十一世、 森美幸の誤妻は、玉木親方朝、薫の四女、思えたけふと富城す殿内の戸中はワ大生の一つとして、多数の三種間を出すなど、大いに繁栄した。門中の家父数は111冊と咲いた。富城すくの当主が王子に上った場合、同一加盟を避けて、豊か未冷等に改名した。死臭には五世とあるが、五氏の五色か。ありがとうございます。